回は釜山国際市場の古着屋さんがある商店街、まあ、市場ですねにやってきました。全部が古着屋さんというわけではなく、いろんなお店が立ち並んでるんですけども、その中から見つけた古着屋さんに入ってどんなものが置いてるかなっていうのを見ていこうと思います。一点物で置かれてるので、いいものがあったらね、ちょっと買っていきたいなと思います。怪しいですね。一点物系の古着やから。めちゃめちゃ怪しい。めっちゃ怪しいな。これ古着ちゃいます？バーバリー。足が合いそう。なんか刺繍ちょっと。こういうところの刺繍雑かったら違うらしい、ね、二重になってなんかこれは違いそうやな。これはめっちゃ古着の香りがするわ。でもすごい質良さそうやけど、こう靴すごいな。見て、この中からめっちゃいいのがあるかもしれへんくない？安そう。逆にこういう感じで置いてあったらすごい。ここ見て見て見て。前あの会員制の古着屋さん行かしてもらった時、なんかこう山積みの中からお宝探すって感じやったから、ちょっとなんか似てるなって思いました。帽子とか持ってるの、ニューエラか、野球のやつとか。値段ついてないし、ちょっと店員さんもいないんで、いくらかってちょっと聞けないな。この辺も古着屋、古着、シンデレラ、あ、お店の名前か。あ、ここのパーカー、あ、ほんまや、ギャルさん。値段がな、さっきからついてないよね。聞くスタイルやな。聞くスタイル、あ、コンバースギャルさん。いや、靴もいっぱいあるな。うん、でも店員さんがいないんです、どこも。あ、なんか来たね、フルーツ。なんか面白いな。あ、めっちゃいい香り、いい香りしたわ、フルーツの。広いですね。うん、広い。あ、なんかこのここのなんていうの、見方がちょっと分かったら、古着屋さんと新品のお店と偽物のとこと見分けがつきますね。あの一点物しかないようなお店はやっぱヴィンテージの古着ショップやし、なんかブランド品がなんか同じ商品複数置いてるとこはまあコピー品かなって感じ、まあ、基本新品のとこはなんか普通の新品というよりコピー品の新品が多いなって感じでした。目利きができるのであれば、その仕入れるように買うのはおすすめかなと思います。その実店舗で知ってる人がいないときは、機器できないと間違えて偽物を買ってしまう可能性もあるので、こういう市場で買ったものを販売するのであれば、まあ、目利きが自分ができるか、できる人と一緒に行くかっていうのがポイントになりますね。あとコピー品は絶対買っちゃダメですよ。めっちゃあったけど絶対ダメ絶対ダメです。メルカリで売ってる人見ます、こういうジャケット系。これ何？これもウィンドブレーカーみたいなやつですかね。何本ぐらいなんやろこれ。タグついてます？そっちのやつはついてないけど、これででも 3万ウォンとかです、このチャンピオンで、まあ、ブランドもやって、まあ、綺麗やったらありって感じですかね。もうアイラブ東京とか言ってるの。これめっちゃ可愛いです。おお、え、ホロラルフローレン。あ、可愛い、似合いそう。これ多分ウールですよね。あ、書いてるわ。 100% ランバスウール。2万円。めっちゃ綺麗だ。確かに日本のテレビ屋とかやったらなんかこんな綺麗なんないよね。これあれやん、昔着てたね、こういうの着てましたね、うん、確かに確かに。めっちゃ綺麗、いっぱいあるのに状態いいな。意識して集めてはるの。
ちょっと気になるから、後でちょっと店員さんに質問してみよう。2万ウォンとは、なんでこんな綺麗なんやろ。プラダコステ。やっぱり、この間まで古着のショップ行ってきたけど、韓国めっちゃ安い古着の販売額が。仕入れちゃんとね、する人にとったらめちゃくちゃ美味しいよね。日本とかで、ブランドの古着屋さんとか行って普通に4、5000円するもんな。4、5000円しますし、うん、状態も悪い。めちゃめちゃ染みついてるし。結構どこも高いもんな。2000円とかで買えるやつやったら多分めっちゃ汚れてるよな。首とかもビヨビヨ。なんでこんな状態いいんやろな。よりすぐりですか。もしかしてうん。で、今の歌詞を歌詞が違うんだよ、トップで。なんだろう。今の今のめっちゃ選別してるらしい。日本だけじゃなくて、いろんな国から仕入れてて、はい、イタリアとか、イタリアアメリカとか。アメリカ多分は自分たちが選別したっていう、うん、あれでつけてる。ああ、そうそう。イタリー、ジャパンって書いてた、多分。アイラブ東京、イタリー、ジャパン。ほんで、値段はいくら前でした？2万。ディスカウントも言ってなかった？現金だったらディスカウント。カードはできない。うん。ついてないやつは2万です。ああ、うん。カードについてない3万よ。でもこれはなんか特別に2万してあげるよ。優しい。優しい。もう買わされるやつや。これも可愛いなと思ったの、白。綺麗すぎる。これも新品同様ですよ。ナイキとか可愛い、ほんまに。可愛いよな。え、これ白めっちゃ可愛いかな。可愛いです。あ、スプリームあるぜ。え、生地めっちゃなんかしっかりしてる。これも2万ウォンじゃん。何ついてない。ほんまに綺麗。でも私が来たら偽物みたいな。こうやって偽物混じってないよな、さすがに。めちゃめちゃ選別はしてるっておっしゃってた。うん、確かに。掘り出しもめっちゃありそう、ここ。やばいな。古着好きな人とか、めっちゃ楽しいよな、絶対。絶対楽しいです、うん。もうすでに選別されてるから、どれも可愛い。綺麗なんか良くない？あの独特の古着の匂いもしないし、それがないからいいかも。いいし、綺麗し、ちゃんと目利き自分でもできる人だから、売るのもめっちゃいいな。古着好きな人絶対面白いわ。それ何見てるの？ボストン大学。おー、ボストン大学なんかちょっと渋めな色やな。うん、うん、かわいい。これとかもめっちゃ綺麗くないですか？めっちゃ綺麗、ナイキ。グレーやのにシミがない。ほんまや。だシミがついてる服逆にないよな。ないですね。めちゃめちゃ可愛い。あのバーバリーとか逆にいくらなんやろ。あ、またバーバリー。聞いてみよう。バーバリーの古着のコートが、この生地、あったかいのがついてるのが20万ウォンで、ついてないやつが15万ウォンっていうことです。でもめっちゃ綺麗やから、この値段っていうのはすごい一押しかなと思います。店舗はこちらです。ハットアダシここも事前にちょっと調べてたお店にやってきました。すごいおしゃれな感じがするので楽しみです。ワードエラーのトラブルって音それじゃない？ワードエラー、え、これ何本？15万やん。韓国好きを仕事にするならどんどんコリア。可愛いな。
ったんや。12万8000円。てかレアな靴ありそうじゃない、こういうとこ。こういうとこになんかレアのさ、掘り出しがあって、なんか自分用でもいいし、なんかもし靴とかいいのがあれば販売してる。しかもめっちゃ綺麗な、これとかよく見る、このマーク。エアジョーダン。新品ちゃいます、これ。ほんまですね。うん。すごいな、ほんと。116,000円。なんかすごい、古着っぽくないですね。めっちゃ歩きました。市場の場所もなんかいろいろお店もあって広かったよな。広かったですね。今日3店舗なんですけども、1店舗目がブランド系のアディダスとかノースフェイスとかナイキとか、あと他にもハイブランド系のバッグだったりコロラルフローレンとかバーバリーのコートとかが置いてるザ・古着屋さんっていう感じの卸値みたいな感じの価格帯の古着屋さんに行って、で2店舗目3店舗目は大阪の堀江とかいうようなちょっとおしゃれなね、うん、古着屋さんに行ってきましたね。ひよさんちょっと買ってたよ。買っちゃいました。どうやった？質とか状態がいいのに日本より安くて、うん、全部買いたかったです。1店舗目とかやったよね。1店舗目のところで買いました。1店舗目の古着屋さんだったら自分でも仕入れて売れそうな商品もあったよね。ありました。ヒムさん結構あれ韓国古い興味ある感じ？めっちゃあります。なんか自分が着るのが多分もともと好きやんか、売るのもやってみたい、やってみたい。売れそう、売れそうです。なんか値段が安いんですよね。そうそうそう、な今日の1店舗目に行ったとこみたいな感じで状態いいのに値段が安いから、その日本のリサイクルショップで売られてる古着よりかなり安いだから韓国で仕入れても利益が取れるって感じで、うんうん、それは売るときはメルカリですか？うん、メルカリでっていう感じだね、うん、だから、まあ、キムさんみたいに古着販売興味ある人はぜひコメントください。釜山の市場もすごい楽しかったね。私最初のイメージは結構古着屋さんばっかりがあるのかなって思ってたんですけども、まあそうじゃなくって駄菓子屋さんとかは普通の洋服屋さんもあってありました。あとはまあ注意はコピー品やね、はい、結構ごっちゃに古着屋さんがあってコピー品のお店があって靴屋があって普通の洋服屋があってみたいな感じでいろんなお店がバラバラに混じってるようなエリアなので、注意点としては皆さん間違えてコピー品だけ仕入れないように気をつけてください。古着を自分で買うのもいいし、仕入れて売りたいっていう方で興味がある方ぜひコメント欄に興味ありですって書いてください。皆さんがやりたいっていうお声が多いのであればノウハウとして提供していけたらいいなっていうふうに思ってますので、皆さんのお声待ってます。釜山の古着ショップの動画良かったと思ってくださった方はいいねボタン、そしてチャンネル登録、それから古着興味ある仕入れて売ってみたいって方はぜひコメントもください。そんな感じで今回の古着仕入れは締めさせていただきます。バイバイ。